こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はニトリと本屋さんに行って、なんかちょこちょこっとしたものを購入したので、皆さんに購入品をご紹介しようかなと思います。結構ニトリではキッチン用品とかを買ったんですけど、いいもの買えたなっていう感じで自分では思ってます。よろしければ最後までご覧ください。じゃあ早速始めます。スタート。はい、じゃあまずニトリデコホームっていう、普通のニトリよりも可愛い雑貨とかアクセサリーとかも売ってたんですけど、今回はキッチン用品とかを買いました。じゃあ早速一つ目こちらです。まな板を購入しました。こちらは抗菌まな板、299円でした。これはちっちゃいサイズなんですけど、食洗機対応しているもので、すごく軽いし小さいサイズで、私はこれはお肉とか切る時用に買いました。こんな薄っぺらいし、ここに穴が開いてるからちょっと引っ掛けて吊るして収納しておこうかなと思います。なんかサイズがすごくちょうど良さそうだったので買ってみました。サイズ、縦30センチ、横20センチ、厚さ5ミリです。ここちょっとなんかザラザラっとした感じになってるので滑らないで使いやすそうだなと思います。こちらです。耐熱ガラス保存容器 370ml、 価格が499円でした。こちらはなんか IKEA とかでもありますよね、こういうやつ。電子レンジ OK、 オーブン OK、 食洗機も OK のものです。ただこの蓋は木でできてるので、ここはさすがにダメだけど、このガラスの部分はなんかこのまま保存容器だけど、なんか作り置きのものとかを入れといて、このままお皿として食卓に出してもいいかなって思って購入しました。結構ちょうど良さそうなサイズ。これの他にもっと大きいサイズと、あと丸い形のものがあって、全部で3種類の大きさと形、3種類ありました。ここにちゃんと蓋もパッキンがついてるので、結構まあいいんじゃないかなと思います。さすがに液体をこう入れて傾けたらこぼれちゃうけど、なんかちょっとしたもの入れるのにはぴったりかなと思います。でここがこうくぼんでいるので、同じものを何個か買って重ねてすっきり収納できるんじゃないかなと思います。ちょっとよかったらまた買い足したいなって思ってます。すごい可愛いですよね。なんか若干この木の木目が個体差があったので、そこら辺もなんか可愛いなと思いました。はい、耐熱容器です。はい、続いてもう一つキッチン用品なんですけど、こちらです。スイングしゃもじっていうものを買いました。599円でした。これがなんかこのね、立つだけじゃない、ゆらゆら揺れて倒れにくい&ご飯がこびりつかないエンボス加工って書いてあって、私なんかもうずっと使ってるやつがめちゃくちゃご飯くっつくんですよ。なんかこういう今使ってるものもこういうザラザラっとした感じになってるんですけど、それなのにめちゃくちゃご飯くっついて、しかもそのなんだろう、ご飯をよそった後にこのしゃもじはどこに置けばいいんだっていう問題があるじゃないですか。なんかこれのためにお皿を1枚出すのもなーとかただのめんどくさがり屋なんで、なんか洗い物増えるの嫌だなーとか思ったりしていて、
お鍋でご飯炊いてるんですよ。だからお鍋の中に入れておくべきか、そうのなんか蓋のところにこう立てかけたりとかいろいろしてるんですけど、これだったらここに書いてある通り、こうやって装った後にこうやって立てておけるっていうのがすごい発明だなと思ったんです。そう、それで買ってみたんですけど、どうかな、これここがなんか太くなってて持ちやすくて装いやすそうだなっていうのがあって買ってみたんですよね。ゆらゆら揺れる必要はあるのかっていう話なんですけど、でも多分この形だからこそパッて雑に置いても倒れずにこうやって立つよっていうことなんじゃないかなと思いますけど、あーくっつかないやつ欲しいなと思いつつ、もうずっとずっともうなんかストレスだけど、別にでも使えないわけじゃないしと思って今まで来たんですけど、ようやく買いました。これでなんかストレスが一つなくなるかな。ちょっとしたことなんですけどね、めちゃくちゃ良さそうと思いました。試してる様子もちょっと動画撮っておきますね。はい、じゃあ続いてがこちらです。アーチ型ハンガーの小さいサイズを買いました。これは幅28センチの3本組ですごい安かったんです。279円でした。これ大人用のもっと大きいサイズは持っていて、ここがあのなんて言うんだろう、樹脂みたいな感じになってるから滑りづらいので、本当にこれ便利なんですけど、子供用のが なかったんですよね。それでそうニトリ行ったら普通の大人用サイズとこの子供用サイズ、小さいサイズっていうのがあったので買ってみました。これねいいですよね。なんか色も白で清潔感もあるし、すっごいこれは絶対いいと思うまだ使ってないですけど、そういい、絶対いいと思う。皆さんももう持ってますよねきっとね。はい、アーチ型ハンガー3つ、3本組でした。はい、じゃあニトリの最後の購入品こちらです。スヌーピーのクリアマルチケース699円でした。これはスヌーピーのこのフック、なんて言うんでしたっけ、これがついてるクリアなケースなんですけど、これ私はイヤホンを入れたくって買いました。こんな感じでここがボタンになっていて、こうやって片方開けてここにイヤホンを入れようと思います。こんな感じで、これクリアだから可愛いですよね。こんな感じでカバンに引っ掛けるのにぴったりかなと思います。こんな感じでバッグにつけてもいいし、ただただとりあえず なんかなくさないようにこういう感じで入れてもいいですよね。すごいクリアでかわいい。はい、じゃあ最後本屋さんで買ったものをご紹介します。こちらです。雑誌と小説を1冊ずつ買ったんですけど、ファッチです。なんか春物、もうそろそろ暖かくなってきたから春物、春って何着ればいいか全然わからなくて毎年なんか悩むんですよね。なんだろうで、このボーダーとかの特集があったんですよ。ボーダーとかローファーとか今欲しいなって思ってて、でもどうやって組み合わせてコーデ組んだらいいかよくわかんないから参考になるかなと思ってちょっと真似していい感じのコーディネートができたらなと思って買ってみました。雑誌を買うこと自体もう何ヶ月何年ぶりとかかもしれないです
可愛いですね。ファッチ好きなんですよね。そう、こんな感じ。あとは小説はこれです。傲慢と善良、辻村瑞希さんの本です。これ去年インスタグラムとか YouTube とかですごくおすすめされてる方がたくさんいらっしゃって、ずっと気になってて、本屋さん行った時にあったので購入してきました。なんかその私が行った本屋さんではランキングで5位って書いてありました。なんかそれでこの帯が人生で一番刺さった小説って書いてあって、そう言われるとやっぱ読まなきゃってなって買いました。そうそうそう、なんかね、現代社会の生きづらさみたいなのが描かれてるそうです。ちょっと結構長い小説だけど読めるかな。本とか皆さん読まれますかね。小説とか私は、小説たまに小説読むで、普段は Kindle のアンリミテッドに入ってるので、それでいろいろ雑誌見たりとか、ビジネス書とか読んだりとかしてるんですけど、本お好きな方いらっしゃったらぜひぜひおすすめとかも教えてください。私最近読んだ本で面白かったのが、伊坂幸太郎さんのマリアビートルと、なんだっけもう一個、殺し屋シリーズ 1,2 を読んだんですけど、めっちゃ面白かった。そう、それで伊坂さんの殺し屋シリーズ 3作あるんですけど、その 1,2 を読んで、アックスっていう3つ目のも買おうと思ったのに、なんか見つけられなくて今回は買えなかったんですが、また本屋さん行ったら購入して読みたいなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。今回はちょっと初めてニトリとか書店でのお買い物を購入品紹介っていう感じでやったんですけど、どうでしたかね。ちょっと需要あるかわかんないですけど、もし参考になれば嬉しいです。キッチングッズ結構この辺良さそうですよね。ちょっと使うの楽しみです。皆さんもおすすめ商品とかいろいろありましたらぜひぜひ教えてください。じゃあ今回はこれで終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。